What keeps you going even at the age of 80 years? 私がたくさんの人道的な活動を世界的に展開してますが、特にこのレプロシーにつきましてはね、私は私の父がこのレプロシーの病院を設立した時に一緒について行ったんです。で、私は本当に健康な社会人として、生活をしておりましたから、このレプロシーの患者さんや回復者が悲惨な生活、いわゆる家族からも捨てられるとか、就職もできなければ結婚もできないというような悲惨な人たちが世の中にいるという、そのことを初めてその時に知りました。これは私が死の仕事をついてやらなきゃいけない仕事だというふうにその時決断をしたんです。 The passion and the dedication that one can see in your workThe way you travel, the way you talk to people, where does that patient come from? 知識人はね、悲観論を立てるのが上手なんです。それは過去のデータに基づいて分析すると悲観論になりますね。しかし、やはり人間は未来に向かって常に夢と希望を持って生きていくことが必要でございますし、特に若い人たち、子供たちのために明るい未来を彼らに与えるということは私たちの大きな責任ではないでしょうか。私はそういうつもりで日々仕事をさせていただいております。If a young viewer is watching this, what would you advise to that young person? いや、ぜひ手伝っていただければありがたいですね、そういう方々に。ただ、社会にはさまざまな問題があります。私はレプロシーという旧約聖書の時代から人が人を差別する、私は人権上の問題がこのレプロシーから始まったのではないかと思って、これの制圧のために努力してますが、私一人でこの問題が解決するわけではありません。多くの方々の協力が必要でございますし、また社会にはさまざまな問題がございます。ですから私の願いは、若い人たちがそういう社会問題について行動を起こしてくれるような、また社会問題の解決に参加してくれるような若者たちが一人でも増えることを願っております。How important and how relevant you think the message of Gandhi that untouchability must end? インドはね、ご承知のように世界のどうでしょうか、もう 70% 近い患者さんがいらっしゃいますが、今のモディ首相は2030年までにはレプロシーをゼロにしたいという大変強い意欲を持って取り組んでいらっしゃいます。そしてそういうその
一番下の階層、こういう言葉を使っていいのか分かりませんが、アンタッチャブルと言われるような、あるいはアウトカーストと言われるような方々の中からも、今や IT 企業やなんかで素晴らしい成績を上げている人もいらっしゃいますし、時代は科学が発達した今日です。こういう人が人を差別するということは近い将来なくなるように、私たちはさらなる努力をする必要があると思いますし、必ず実現できると思います。 How important is it to strengthen the grassroots, especially village level organizations and affected people living far away from the urban pockets from the cities in the villages? ガンジーはね、国を作る時の政策の17番目にハンセン病、レプロシーをこの国からなくしたいということをおっしゃっていました。そしてある時、そのお寺にお参りに行く鉄道に乗った時に、途中の駅でレプロシーの患者さんたちがたくさんガンジーを迎えました。その時にガンジーが言った言葉は、私は今日神に会うという有名な言葉を残していらっしゃいます。ということは、彼はインドからレプロシーをなくすことに大きな努力を払われたわけでございますが、私はそんな大きな国家の指導者でもありませんが、インドで今850のコロニーが私たちが発見しておりますが、彼らに仕事を与え、そして私はレプロシーの方々が乞食をしない世界をまず作りたい、インドで。そしてコロニーといわれる回復者の皆さんが集団で生活しているところの生活レベルを向上し、最後にはコロニーがなくなり、回復者の皆さんが町の中で一般の人と一緒に生活できる社会にするのが私の願いでございます。 Who are the people you think should provide more support to totally eliminate leprosy from our world? ありがとうございます。とてもいい質問をいただきました。ハンセン病は今や治る病気です。そして早期発見、早期治療で障害も残りません。薬はただでございます。しかし病気が治っても、あの人は元ハンセン病の患者だったという言葉で呼ばれます。それはスティグマや差別という病気が一般の人々が持っている病気なんです。で、この病気を、社会が持っている偏見や差別という病気を治す戦いは、レプロシーの回復者の皆さんが立ち上がらなければいけません。今回世界27カ国の指導者の皆さん方が集まってくれましたし、彼らが声を上げて戦うための道具立ては私はしたつもりでございます。それは
国連で193カ国の加盟国全てが賛成して、レプロシーの患者回復者その家族への差別は撤廃しなければいけない、そのためのプリンシプルとガイドラインも明確に定められました。これを武器にしてハンセン病レプロシーで長く苦しんできた人々が立ち上がり、そして社会の間違っているスティグマや差別という社会の病気を取り除くための戦いの出発点が今回のこの会議だと思っております。